キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。はい、というわけで始まりましたファジアのニュースでございますが、澤さん、はい、もう今シーズン21回目、はい、いよいよ最終回でございます。最終回ですか。最終回、あっという間ですね。あっという間に、澤が、まあ、最初1回目2回目とかは、まあ、僕一人でやらせてもらっていて、はい、3回目4回目ぐらいからかな、入社して、まあ、このファジアニュースに出てくれることになったんですけども、すごいやりやすかったです。本当ですか。いやだって、まあ、でもよく一人でやってましたよね。1回目にか、俺これ一人で喋っただけやから俺ねえっていうか、誰もおらへんしなんかそう考えると、やっぱりこう掛け合いをしながら、まあ、特にこうファジアーナの過去をね、まあ、レジェンドですから澤さんは、まあ、あの時の思い出とか、あの時のゴールとか、あの時のパスとか、まあ、そんなことをいろいろ教えてもらいながら、まあ、今シーズンも進めてきたわけではございますけども、まあ、今日は何といっても最終回ということで、まあ、ありがとう有馬監督ということで、はい、有馬監督にもインタビューを、はい、しておりますし、いろいろありましたね。チェアマンにインタビューとかもありましたね。あれ好評だったんですか。僕自身はすごく勉強させてもらいました。ああいう、こう J リーグのトップの方とお話しする際に、まあ、何を準備していこうかなっていう、その準備の段階からですね、のはすごく学ばせてもらったなとも思いますし、あと梶さんも、まあ、来てくれたりとか。そうですね、はい、出ましたね。出ました、梶さん、梶明さんね、はい、やっぱ嬉しかったのは、やっぱこうスタジアムで声をかけていただく機会が非常に増えたこと。まあ、サワーももともとやっぱりさ、まあ、おかえりっていうような言葉もたくさんあったと思うけど、まあ、いつも見てますよっていうような声をたくさんかけていただいたのが、やっぱり非常に私としては嬉しかったかなというふうに思ってます、はい、でそれでは前回たくさんコメントもいただいておりますので、一部ですが、紹介をさせていただきます。今宵の月はのびつきさん、石毛選手超ウルトラスーパースペクタクル解説ありがとうございます。石毛選手っていくつになっても遊び心というか悪ガキ感ありますよね。これゴールのスーパーゴールの時の解説をありがとうございましたということなんですけども、やっぱどうなんですか、こうやって遊び心とかっていうのはやっぱサッカー選手にとってやっぱ攻撃の選手は特に必要な部分だったりもするんですかね。そうですね、やっぱりこう相手の裏を書く考えというか、うん、まあ、そういったところはこう遊び心がないと、うん、培われないところなのかなっていうところを思いますし、なるほど、悪ガキ感っていうのいいですね、うん、いい表現です ね、 いいですね。私も感じてましたけど、はい、帰ってきたタイミングでインタビューさせてもら、うん、もらいましたけど、うん、ちょっとこう悪ガキ感を抜けたかなっていう、あ、はい、その当時、2017年に比べたら、うん、抜けたかなっていう感じがしますけど、なるほど、まあ、でもそのいい意味でね、はい、悪ガキ感残してもらいながら、引き続き頑張ってほしいなというふうに思います。続きまして、ナサさん、岩政さんがおっしゃっていた勝ち癖というものが、ついてきたのではないかと思っています。このまま勝ち続けてほしいです。ラスト数試合頑張れファジアーナということで、ラスト、次千葉戦、はい、ラスト1試合になりますけども、ありがとうございます、続きまして、母レアダビッドソンさん、坂目原戦挨拶に来てくれた後藤啓太選手に涙が溢れました。金山選手のツイッターに対して椎名と共に岡山を盛り上げてくれの言葉にさらに涙が溢れましたということです。ありがとうございます。続きまして、カトレア・ダビッドソンさん、上条選手10月の月間 MVP 受賞おめでとうございます。宇高選手や上中選手を抑えての受賞は誇らしい。試合数も残りわずかですが、これからも素晴らしいゴールを期待していますということです。まあ、残り1試合千葉戦、まあ、上条選手のゴールにも期待していきたいと思いますし、本当にここまでたくさんコメントいただきました。皆さんありがとうございました、我々もう毎試合このコメントをですね、読ませていただいておりまして、皆様からの温かいコメント本当に嬉しく思っておりました。ありがとうございました。それでは今日のヘッドラインです。今日のヘッドラインはこちらです。どうぞ。3年間ありがとう有馬健二監督インタビュー、来季加入内定田中雄大選手からのメッセージ、今季最終戦12月5日千葉戦情報ということで、もう今日は何といっても3年間ありがとう有馬健二監督インタビューをですね、届けていきたいと思いますけども、実はこれ私が、はい、
有馬さんにのインタビューをしてきましたので、それでは2019年、シーズンからですね3年間指揮を取った有馬健司監督のインタビューを、ご覧いただきたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、じゃあというわけで今日は有馬健司監督に、このファジアニュース初登場していただきます。はい、監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕自身こうやってこうゆっくり実は監督と話するのも初めてに近いぐらい。そうですね、あんまりねコロナがあって、はい、なかなか皆さんとね、うん、一緒にこう話す機会っていうのは、はい、制限されてきましたので、ね、はいはい、ちょっと今日僕自身も楽しみに。いやいや、僕自身もすごい楽しみです。はいはい、いつも拝見させていただいて。ありがとうございます。はい、そして今日この収録が12月1日なんですけども、当然今千葉戦に向けて、はい、今シーズンの最終戦に向けても準備中というところでお忙しい中こういった形で時間を割いていただいていいありがとうございます。はい、いつもだいたいこういった試合前の水曜日というかこの時間というのはだいたいスカウティングがルーティンになるんですか？その週によりますね。基本的には自分たちのゲームはもう、はい、2回か3回は見てるんですけど、はい、もう1回明日のトレーニングをするにあたってだいたい立ち上げ今日やって体を起こして、うん、明日のトレーニングっていうのはだいたい相手ありき以前に自分たちの課題というか、はい、うん、修正していきたい部分だったり上積みしたいところのトレーニングが入ってくるんで、はい、なるほど。もう一回今日見て、で、次の千葉との試合も1試合を見ますね。はい、両方ですね。なるほど。はい、本当にその中でこういろんな戦術とかが、はい、知識も豊富だというところでは、あるんですけども、はい、今日はいろんなインタビューを、今日していきたいと思うんですけども、はい、有馬さんの監督の人となりもですね、ぜひファンサポーターの皆さんにも知っていただきたいなという思いからですね、今日ちょっといろんなところから、私情報をですね、はい、仕入れてきましたので、それに対して、どうかというところもちょっとお聞きしていきたいなと。でもありがたいんですよ、はい、さっきもお話したように、いや本当この2年間、はい、ファンの方と、特にコロナ1年目の19年は触れ合う機会っていうのは、それなりにあったと思うんですけど、はいはい、どうしても去年今年っていうのは本当にこうなかなかファンの方とお話できるとか、はい、出会える機会っていうのは本当に限られてしまったんで、こういう機会をね、はい、設けてもらえることは僕にとってもすごいありがたいんで、はい、そういうふうに言っていただけると、はい、よろしくお願いします。はい、では、はい、早速なんですけども、いきたいと思いますけども、まずはこちらですね。有馬さんもう見た感じすごく、笑顔が素敵で優しいんですけども、この想像の30倍子供が好きという、これとある A さんから垂れ込みがありまして、こうスタジアム到着をされて、こうスタジアムを、ピッチですね、芝生の状態とかこう見ている時に、スタンドをこう見回して、今日子供が多いか、少ないかなとか、そういう話をされるというふうなことも、ちょっと聞いてまして、というのも僕の話で大変恐縮なんですけど、はい、僕子供と旭川の河川敷を散歩してる時にたまたま監督がランニングされてて。そうですね、ありましたね。はい、はい、で僕の子供すごく有馬さんのこと大好きで、覚えてます覚えてます、有馬監督やって言ったら僕の子供何をちまよったかいつも手洗い動画見てるよって大きい声で言ったんですよ。でも有馬さん30メートルぐらい離れてるのに大きい声でありがとうっていうのを、これをエピソード聞いた時に確かに30倍子供好きやなっていう、これはどうですか？そうですね、何の30倍かはちょっと分からないんですけど、でもやっぱり僕自身本当子供の頃、やっぱサッカー見に行った時にね、やっぱり選手に声をかけてもらったりとか、やっぱりそういう意味では本当に僕自身もいろんな夢をもらいましたし、逆にやっぱり無邪気だし、こう目がキラキラしてるじゃないですか、本当息子さんとお会いした時もそうですし、試合始まる前にスクール生がああやって無邪気にね、本当にボールを追っかけてる姿を見たり、スタンドでこう手を振ってくれる、お子さんを見たりすると本当にこう純真無垢というか、まっすぐねこっちを見てくれてるんで、本当に逆に元気をもらいます。はい、やっぱこう試合前にそういった子どもたちの眼差しを感じて、今日もやるぞ、可能な範囲なんでね、触れ合う機会は本当少ないんですけど、本当にパワーをもらいます。なるほど、ありがとうございます。続いて
こちらでございます、まあ、有馬さんといえば力が強い、これあの何の力ですか、まあ、B さんからですね、はい、あの作戦ボードのマグネットがすぐ取れる、C さんからですね、練習のデモンストレーションで押されると選手が倒れそうになる、はい、D さん、はい、デモンストレーションで有馬さんから抑えられると力が強くて痛い、これ最後 E さん、はいはい、そんなたくさんあるんですか、はい、車のドアを閉めるとドライブレコーダーが異常な衝撃を検知しましたという、これ本当ですか、見てないじゃないですか、一緒に乗ってないが、まあまあ、冗談抜きででも、はい、まあ、力は強い方だと思いますけど、はい、ただまあ、あのね、選手とやった時の選手は気遣ってくれますし、うん、まあ、できるだけね、はい、選手とボールを蹴る機会があればと思って、うん、まあ、最低限のね、うん、ことは体作りはしてるんですけど、うん、でも、そんなもう年齢になってドライブレコーダーじゃ誰も一緒に僕の車乗ってないですからね、はい、いやでも有馬さんの体は未だにパキパキやって噂も、はい、そう、特になんかやってないんですけどね、はい、まあ、自体重では時間があるんで、はい、まあ、ボールは蹴れるぐらい、まあ、サッカーの指導者として、ね、はい、最低限の体を維持していかないとは思ってます。なるほど、はい、まあ、今でもじゃあ完全にこうディフェンダーを背負えると。そうですね、3分ぐらいならもう3分。なるほど、はい、はい、そして続きまして、はい、これは本当かなと思うんですけど、はい、名前の言い間違いが多い、これはちょっと一番多いちょっとタレコミがあったんですけどもF さん、はい、ミーティングでも名前が出てこないことがある、うん、G さん、はい、選手の呼び方が定まっていない時がある、はい、H さん、はい、これ本当かなと思うんですけど違う選手名で呼ばれる時があるちなみになんですけども、うん、木村拓哉選手のことを木村拓哉さんってこう呼んだり、下口若葉選手のことを、うん、シモンと言ったり、まあ、どこのフランス人にやっていうそんなちょっと垂れ込みもあったんですけど、はい、これは本当に、うん、まあ、当然有馬さん熱くなってるんで、はい、まあ、よくあります。よくあります。それはもう本当、はい、選手には申し訳ないなと思うんで、はい、例えば、まあ、結構こう僕の場合、はい、言葉を決めないで、うん、話をするんで、なるほど、まあ、不意にそのある思ってこうディスカッションする時もあるし、はい、逆にこう、急に聞く時もあるんで、うん、まあ、そういう時なんかよくちょっと言葉、ね、かける時にちょっと間違えちゃうと、はい、なるほど、あとミーティングでやっぱりこう、はい、熱を持ってこう伝えようと思ってた時に、こう僕が思ってた名前を言おうとした時に、その選手がそういうな呼び方された時、実は僕ユースの時に怒られる時だったんですって言った時にパッて変えなきゃ、例えばその若葉なんですけど、シモって言うと、いや僕シモって言っていつも怒られたんですよ、あそうか、じゃあ若葉って呼ばなきゃいけないなって言ってたのに、俺がメンバー発表する時に多分シモって言っちゃいそうだったんです。なるほど、それが多分シモっていうのをごまかそうと思ってシモ若葉って言おうとしたら、はい、それがシモンって聞こえた。なるほど、なるほど、あと高谷のところは、はい、まあ、かっこよく見えたんじゃないですかね。なるほど、まあ、いらっしゃいますからね、木村拓哉さん、はい、まあ、でもちょうど試合の、まあ、京都戦の時でしたから、ね、はい、まあ、でもあれ間違えたなと思って、うん、まあ、その場で、まあ、ごめんな、俺なんて言った、うん、って言ったら、はい、あるとドッと笑いが、まあ、起きて、なるほど、まあ、それも狙い通りなんですけどさすが、でもちゃんと謝ります。なるほど、はい、いや、ありがとうございます。ここまで本当に有馬さんのまずは人となりを、はいはいはい、お聞きしてきましたけども、まあ、2019年ですね、まあ、ご就任いただいた時に、はい、まあ、僕自身がやっぱ一番思ったのはすごくやっぱまず熱さがあって、でその時やっぱキックオフパーティーとかでも印象に残ってるのは、これまでのこのファジアーノが積み重ねてきた、まあ、歴史とか、まあ、選手も含めた、まあ、当然それまでの監督コーチたちが含めたこう積み重ねっていう言葉をよく対応されてたなっていうふうに覚えてるんですけども、まあ、岡山に来る前、まあ、教会にいらっしゃったと思うんですけど、影さんとかやっぱそのあたりからやっぱ情報とかっていうのはどういう情報を持って。そうですね、はい、もともとこういう話をいただく前に、うん、まずはそれこそスカパーとかでね、はい、岡山の本当にわあこういう濃いクラブなんだなっていう、そういう特別番組をよく、はい、見させてもらってたし、はい、裏城を一緒に踊ったりとか、あ、はい、まあ、そういうのも、ね、はい、見させてもらってて、
木村さん含め、うん、でその後、まあ、影さんとは3年間あの、うん、協会でね、はい、あのライセンスの指導も同じこうグループでやることが結構あったりしたんで、うん、まあ夜も一緒ですし、うん、まあ、本当に岡山のいいところをたくさん聞いてましたんで、うん、まあ、あ本当にこう積み上げてきたクラブなんだなって、うん、いろんな方の思いと、うん、いろんな方の努力があって、まあ、本当にあのこう愚直で真面目で、うん、こう本当に、うん、元気があって、はい、まあ、そういうクラブだなっていうのはあすごい大事だな、うん、本当にそれはこうそれがベースにありながら、うん、あとは、うん、プラスアルファのところ、うん、こう選手と一緒にね、うん、皆さんと一緒に積み上げていけたらなっていう思いがやっぱあったんで、うん、まあ、チームの、まあ、DNA というか、うん、クラブの DNA というか、はい、そこは本当に大事だなとは思いました、うん、はい、それはやっぱサポーターの皆さんがやっぱ突き上げてきてくださったその応援文化とかも当然だと思います、はい、よく僕も言わせてもらうんですけど、うん、本当にこう粘り強く本当にこう温かくね応援してくれる、うん、僕思うんですよ、まあ、もちろん叱咤激励する時っていうのは僕も選手にもあるし、うん、もちろんサポーターの方ファンの方が、うん、そういう厳しいご意見をいただくのはそれはもうあって当たり前だと思います。ただやっぱりプレー中に選手が一生懸命やっぱりトライしてる、うん、戦ってるんであればミスが起こったとしてもやっぱり、まあ、ファジアーノのサポーターは本当にそれでも常にミスが起こってもやってるんであればやっぱ拍手もらえるし、うん、2019年であれば本当に声出してもう本当に旗振って応援してくださる、うん、だそれは本当に選手がこうなんつったらいいんですかね、うん、ビビらないで、うんうん、本当にこう全力でプレーする後押しをしてくれる最大の理由だと思ってるんで、うん、まあ、そういう意味では本当にこう、うん、一つになってね、うん、こう熱く、うん、粘り強く応援してもらえるっていうのはもう本当に、うん、ファジアーノのね、うん、僕はあの強みであるし逆にストロングだと思うんですよ、うんうん、ちょっと僕、まあ、あのどっかでお話をさせてもらいたいなと思ってるのが、はい、まあ、本当に、うん、コロナでね、うん、その辺っていうのはちょっと去年今年っていうのはもう非常に、まあ、残念だったなと思う部分で、でも消えてないですから、うん、この間の京都戦もそうだし、はい、本当にまた人が今、皆さん我慢しながら生活してる中でね、はい、今またパワーをくれてますから、うん、その中でやっぱりよくあの監督もやっぱ苦しい時も、はい、まあ、あのそういったあの、まあ、いい時もやっぱ共に支えてくださいっていうコメントがよく出てるんですけども、うんうん、はいはい、選手にどのようにこう伝わってるっていうふうにこう感じてますか。まああったかさじゃないですかね、まあ、熱はあるけどでも過剰でもないですし、うん、はい、本当にこう横に寄り添ってこう、うん、もしくは辛い時に後ろをこう押してくれる、うんうん、だから勝ってる時とか人間状態がいい時って、うん、自分でもなんかこうはい突き進めるじゃないですか、はい、でもちょっとこう不安になった時とか、うん、ちょっとこう元気がない時にやっぱり、それはサッカーじゃなくてもやっぱり、応援してもらえたり、うん、後ろの背中を押してもらえたりすると当然やっぱまたパワーが出てくると、うん、まあ、そういう意味では本当にだからあったかいな、なるほど、うん、あの本当にこう、うん、寄り添って応援してくださるなっていうのは、うん、あの本当に感じます。なるほど、はい、それはだから選手にもだからこそそういうあのサポーターもしくはファンの方に、うん、支えてくださる方にそういうプレーを見せなかったら、はい、僕なんかはそこに立つ資格がない、うん、もう意味がない、うん、なるほど、それはもう42試合もしくは3年間ずっと、うん、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、それを今ね、まあ、選手は、うん、形でね、うん、出してプレーしてくれてるとは思うんですけど、なるほど、まあ、そういった選手たちとやっぱここ関係性を築いていくのに、まあ、有馬さんが、まあ、監督が大事にされていることっていうのはどのようなこと、例えば先日も例えば、うん、監督がお誕生日の時に、まあ、選手が水をかけてくる、はい、そして先輩の長崎戦、はい、石毛選手が点取った後、はい、やっぱりこう、うん、みんなで演じをやっぱりすごくいい光景というか、うん、はい、まあ、あのそれもを見てこうジーンとくる部分もあったんですけども、こう選手と関係性大事にされているようなこととかっていうのは、うん、そうですね、まずは本当に嬉しいですよね、うん、別にやってくれって言ってわけでもないけどそうやって感じてくれて、うん、一緒に戦ってる仲間としてそうやって感じてくれてそういう、アクションを起こしてくれること自体はものすごく嬉しいし、うん、ただまあ僕なんかも選手にはやっぱり、妥協というかやっぱりこう
根底はやっぱりチームが強くなることと選手が成長してほしいことがあるから、うん、やっぱ結構厳しいことも僕は言ってきてるし、うん、あの衝突ももちろんあったし、うん、当然チームが少し不安になる時も、うんうん、あった中でね、うん、でもまあ僕自身は常に前向きにタフに行って選手に戦うんだよってことを言ってきてる以上、はい、僕自身がねまずファイティングポーズを取るってことは絶対必要だと思ったし、うん、ただそういう時もまあ本当に特に今シーズンはね、うん、まあ、去年も一昨年もまあ一人一人がチームのためにはやってくれてるんですけど、うん、今シーズンに関しては本当に水木が中心にね、うん、はい、キャプテンとして本当にやっぱりチームをまとめてくれたと思うし、うん、それを支えてる木山とね、浩、うん、平と英二がね、うん、本当にまたいい感じで支えて、うん、でそれ以外にも本当にベテランのね、椎名だったり純喜だったり、うん、まあ、あと本当にパウロだったり祐介、うん、だったり、うん、まあ、本当名前挙げるともっともっといるんですけど、うん、まあ、そういう、こう役職がついてなくても自分のチームだっていうことをね、はい、まあ、本当に感じながら、うん、選手同士でそういう、こうなんだろう、いい子ちゃん同士じゃなくて、はいはい、本当に思ったことをいい仲間だったら言えるよなと、うん、辛いことも大変なことも、うん、そういうことをしてくれたから、うん、まあ、今の、うん、こういう、まあ、うん、一つになってる感覚っていうのがね、うんうん、まあ、この時期でもできてるのかなと。なるほどなるほど、はいはい、なるほど。やっぱそれがこう有馬さんが作ってこられたやっぱチームでもありまして、やっぱ今この12戦負けなし、 そうですね、そして次千葉戦、まあ、12月5日、今シーズンを締めくくるあの試合なんですけども、相手も12戦またこれ負けなしと、ね、はい、まあ、いわば本当好調同士の戦いになるんですけども、うん、どんな感じの戦いになっていくんですかね。まあ、まずは、はい、うん、今おっしゃっていただいたように、まあ、まずは自分たちが持ってるものを、うん、まあ、全部出すトライをすることだと思うんですよ、はい、うちの良さっていうのはベースのところであって、うん、その切り替えだったり球際だったり、はい、うん、本当にセカンドボールだったり、うん、まあ、あくまでも本当に勝つために予測して準備して反応していく、うん、それが結びつくとやっぱチームとして躍動するし、うん、それがまずは、うん、本当にどんな相手でも今この12試合、うん、まあ、その前の負けた試合も決して悪かったわけじゃなかったんで、うんうん、そういうこともまずはベースになってくるし、うん、当然、うん、試合なんで、うん、その先にやっぱり、うん、戦術があって、うん、まあ、相手の重心見ながら、うん、あーゴールに迫っていくことも大事だし、うんうん、あとは守る時も当然ゴールに鍵をかけながら、うん、まあ、危険なところを消しながら今度はボールを奪いに行く、うん、その選択肢をしっかり持ちながら相手を見ながら判断してやっていくっていうのは、まあ、ここまでの後半戦とも変わらないとは思ってます、うん、なるほど、はい、いや、もう熱い戦いになることは、はい、間違いないと思いますので、はい、はい、いい結果と、そして最後みんなで笑えるように、はい、我々もしっかりと応援していきますんで、はい、そうですね、皆さんとね、サポーターの皆さんと、はい、あとはね、クラブのスタッフの皆さんと、はい、本当にいろんな協力を今までもして、もうちょっと話しなくなって申し訳ないですけど、本当にね、最初やっぱピッチに水をまくことができないって来た時にはずっと言われてて、粘り強くフロントもクラブのスタッフも行政の方と資本の管理の方と、それと人員がいないからつって普及部のスタッフにね協力を得て、自分たちの活動終わった後もそうやってね、本当やってもらえることで本当にホームの地の利ですよね。そういう部分っていうのは本当に協力してもらって積み上げてここまで来てるんで、はい、まあ、皆さんのそういう、 こう努力だったり協力だったり、ね、サポートに、まあ、報え得るようにね、はい、最後全力でね勝ち点3を取りに行きたいと思ってます。よろしくお願いします、はいはい、すみません、監督、本当に今日はお忙しいところ、はい、千葉さん直前にお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。有馬監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう本当にこうサポーター思いっていうのが伝わってきましたけども、澤さんなんか見ててどうでしたか。やっぱりサッカーに対して熱いですね。熱いものを感じますね、はい、確かに本当に寂しい思いもありますけど、うん、また違う環境に変わられても頑張ってほしいなと思います、ね、確かに、まあ、そういう意味で言うとやっぱりそういった契約ごとというか、まあ
僕なんかもう本当にサラリーマンしか経験してないので、やっぱこういったまあプロの世界の厳しさというか、まあ、それはもう澤がもう一番、知ってるわけなんですけど、やっぱり、まあ、寂しいですねのはありつつも、やっぱりその違う、まあ、ステージにまたやっぱり入っていくというか、まあ、チームもそうですし、あの選手もそうで当然そうですし、まあ、監督コーチ、まあ、いろんな方々のやっぱこうステージが、開かれていってるんだろうなというふうには、はい、思っております。はい、続きまして、来季、加入が内定している、早稲田大学足利蹴球部の田中雄大選手からファンサポーターの皆様へのメッセージが届いておりますので、こちらをご覧ください。どうぞ。ファジアーノ岡山を応援してくださるファンサポーターの皆様、はじめまして、早稲田大学の田中雄大です。2022シーズンよりファジアーノ岡山に加入させていただくことになりました。リリース時のコメントにも書かせていただいたように、サッカー小僧として戦うこと、挑むことを厭わず、ボールを奪いゴールを目指す姿を存分に発揮していきたいと思っています。そして子どもたちに夢をという理念を体現する選手になりたいと思います。岡山という地域の方々と、そして子どもたちと夢や感動を共有し、共に育み共に成長していきたいと思います。 J1 昇格に向け共に戦いましょう。これから応援よろしくお願いします。はい、田中選手のインタビューを見ていただきました。真面目ですね。真面目ですね。早稲田キャプテン、はい、またファジアーノらしいというか、うん、ということでキャプテン田中選手の真面目さが伝わってきましたけども、この後インカレもありますから、はい、あと関西学院大学もインカレに出るんで、あと高校サッカー選手権もありますし、そういうことで田中選手、コメントいただきましてありがとうございました。ぜひ、まあ、インカレまで残ってますんで、全国大会でも頑張っていただいて、まあ、いい結果を残して、まあ、そして本人も納得のいくプレーをしてですね、最後、まあ、大学のサッカーを終えてプロの道に入ってきていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは12月5日、ホーム最終戦、まあ、含め2021年シーズンの最終戦でございます。12月5日千葉戦の情報です。まあ、アウェイ長崎戦ではいい勝ち方をしまして、はい、12試合負けなしで今節最終戦を迎えることになりましたけども、いい勝ち方からの、まあ、ホーム最終戦、そしてシーズン終了のにはなるわけですけども、まあ、いい流れじゃないですか。本当にそうですね、うん、まあ、もちろん昇格っていうところを目指してましたけど、うん、はい、結果的に残念な結果ですけど、うん、最後こうやっぱり勝って終わるっていうのが、うん、チームとしてもそうですけど、確かに選手個人としても、はいはい、いいオフを迎えるためにはっていうことで、いい、確かにね。でまた対する千葉も調子いいんですよ、後半戦、はい、同じ12試合負けなしというところで来てますんで、もう相手にとってやっぱ不足はないですし、まあ、アウェイで福割でやった時はやっぱ我々負けてますんで、その借りはなんとか返したいなというふうな思いも選手も当然あると思いますし、その辺でもやっぱすごい気合も入ってますよね。そうですね、うん、はい、でなんと勝てばこれホーム通算100勝目になります、はい、これ100勝のうち澤さん何勝したかって話ですよちょっと数えてみたいですね澤さんがこの100勝の、まあ、今99勝ですから、今その99勝のうちも澤さんが出た試合が何勝もホームであったのかっていうところは、この後スタッフが数えるんじゃないですか大変ですね、大変ですねとあと、イ・ヨンジョ選手が J 通算200試合の出場達成セレモニーも、ありますし、そして全国高校サッカー選手権大会に出場する岡山学芸館高校サッカー部の総行式、チアダンススクールのダンスパフォーマンスも、予定しておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。そして、なんとクリスマスマグカップということで、ファジコーヒーの、まあ、デザインをあしらったクリスマスバージョンのファジアノコーヒークリスマスマグカップがまたこれも200個限定スタジアムで発売されますので、ぜひ皆さん
お早めにお買い求めをいただければと思います。他にもたくさんイベントをご用意しておりますので、詳しくはぜひクラブのホームページをご覧いただければと思います。そしてまだあります。来シーズンなんと 100% 収容で、はい、今 J リーグを、やっていこうというところで、村井チェアマンからも先般発表もありました。 100% 収容で開幕する想定で準備をしております。そしてシーズンパスもですね、2019年、まあ、20年はちょっと発売の時は 100% 収容でシーズンパスも発売していたんですけども、まあ、その時に戻った形で2022シーズンはですね 100% 収容での形でシーズンパスを販売いたしますので、皆さんお買い求めをいただければと思います。そして特典としても、まあ、この千葉戦12月5日の千葉戦でお申し込みいただきますと、まあ、フーズグッズ券500円券をプレゼントしますので、ぜひこの日にお申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。今回のファジアのニュースは、ここまでとなります。本当に今シーズン21回、はい、配信してきましたけども、本当に皆さんここまでご視聴いただきましてありがとうございました。本当に皆さんにいい経験をさせてもらえたなというふうに思っております。はい、それでは、前節 1-0 で勝利したアウェイ長崎戦、石毛選手のゴールを見ながらのお別れです。キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、ありがとうございました。またお会いしましょう。ボールキープして上城のシュート、ブロックに入りました。流してシュートっていった、素晴らしい。石毛、岡山先制点。まあね、一つこぼれ球からだったとは思うんですけども、ここで少しね、長崎が本当に形が誤ったんですよね。そこを仕方ず狙った石毛選手がカットインして、まあここですよね。しっかりカットインして、またの間ですかね、まあ、左足、右足ではないんですけど、またの間ですよね。そうですね、後半のスペースですかね。さっと全員で円陣を組みます。これはあれですかね、あります。